小笠原忠夫は、武前国小倉藩の第二代藩主。小笠原家、宗家三代。昭法四年五月二十日、初代藩主、小笠原忠実の四、男として、小倉で生まれる。異母兄で四次だった、朝鮮が創生したため、万治三年に生死に指名され、漢文三年に、十五位した、とう海守に除任される。漢文七年、父が死去したため、後を継いだ。 この時、十四位下に昇進している。遠方元年、長身から忠夫と解明する。反省においては、漢文十一年に、弟の真形に一万国を分与して市販である、小倉神殿藩を立藩させ、減税政策、反体制の整備、強化、密貿易の取り締まりなどを行った。しかし、遠方年間に基金が起こって財政が苦しくなると、 重税を課したと言われている。元六九年からは、着難、忠元と二元政治を行い始める。晩年には、新井白石が行った、聖徳の地における、貨幣改革の余波を受けての米価低下による、犯罪性収入の減少、共法の大基金による被害の大きさによる百姓の、調査なども、相次いだ。しかも幕府による、鉄大武神による、出費増大も、 財政悪化の一因を成したが、幕府からは、不大大名の鏡として称賛されたという、教法10年6月28日に死去した、享年79、後を元が継いだ。ありがとうございます。